振り向く？いや、こっちにはいないです。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、このね、網から、網？檻？から脱出したんやけど、え？びっくりした。なんか、またドローンみたいなの飛びよんかと思った。え、これどこ行くんやろ？あの上かな？え？上かな？ここからは抜け出せんよね。ってことは、そっか、こっちだな。いいよ。こ。と。この赤いところや。ん？この辺って、あれだな。あれ？ここまで来て終わったっけ？ここまで来て終わったな、多分。ジェイル。ってことは、あれやね。あの、オートセーブのところが、若干戻っとったんやね。え、でもなんかね、ああいう、チャプター名あれが出てから、オートセーブになりそうなもんやけどな。なにこれ、いけんくね？え、あっち側いけないんすか？それか、あ、こっち側から、え？あ、こっち側からも動かすってことね。なるほど。いいよ。いいよ。で、そこだな。そこは空いとる？あ、空いとる空いとる。でも、こういう雰囲気のとこってさ、え？え？なんか機械音せんか？え？なんかおるよね、あれ。なになになに？いや、こういう雰囲気の場所ってさ、また絶対、敵とか出てくるんよ。え？今なんかね、光おったよ。あれ、そうや。ほら、あれ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 。またあの視界に入ったらいかんやつや。なんか誰か捕まっとる。誰？会話はできない。え？大丈夫？何？知り合い？まだね、まだっていうか。もう多分だいぶ終盤やとは思うんやけど、全くロボットの区別がついてないけんさ、ちょっとよくわからんのやけど、お知り合いの方ですかね。え、てか私はどこへ行けばいいの？ね、ここにロボットの体が捨てられとる。かわいそう。なんだ？どこに行けばいいんだ？あ、この辺なんかできるかな？いや、何もできねえな。え？ここでもない。え、なになに？この辺もいじれない。え、なんもできんくね？何も、できなくね？これなんかできる？いた。いや、なんもできんな。ドアップになった。え、何もできないよ。あ、なんかこの上上がれる。ほら。ってことは、こう。上から行くんね。ほ。ふんふん。で、あ、上にもおる。やめてよえ、君はずっとこっちを向いているパターンですか？とりあえず、ここからどこに行けばいいんかを、ちょ、ん？いや、下に行けるんか。下に行くんかな？でも一応あっちも行けるけど、でも多分このロボット延々とこっちも行っとるけん。下から行った方がいいってことかな。その方がまあ安全っぽいよね。で、これはさ、下に降りるパターン？やだなぁ。あれなんか左側に入れるところがありそう。いや、右にもあるな。あ、要は、この空いとる部屋、空いとる部屋に入って、この監視の目を逃れるってこと？待って待って、怖い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 。間違えた。間違えた間違えた。で、あっちも上に、多分あの辺のカゴ使って、上にまた上がれるんかな？え、違うんかな？上から降りるときのやつか？あれは。一応、この室内は向いてないっぽいよね。てか、え、びっくりした。え、なにここ。
牢屋？一応室内は向いてないっぽかって、あ、なんか通れるんやけど。安全な道なのでは？なんかおるおるおる。何？みんな閉じ込められてたの？え？今もしかして監視ロボットおった？なんとなくちょっと関係ないかもしれんけど、一応ちょっと隠れていく。こっちの方まではこんかな。多分こんと思う。え、来る？いや、こんね。あそこまでや。ねえ、なんかカチャーンカチャーンって音鳴りよらん。え、怖。ひ。現実やったらもう完璧に完璧に見つかっとるパターンやけど。お、こいつの背後に。え、でもここから、あそこ通れるんか。え、かわいい。え、通れんくね？これ上上がれる？なんかどっか。え、上がれんくね？え、上がれんよね。え、もしかして、ここ、え、ここ上がれる？上がれんけど。ん？なんだなんだ？あ、一応、あれか、そこの箱の上から登っていく感じか。よっこ。え、上がれるな。よかった。よかった。無理なんかと思った一瞬。ほ。あ、なんか誰かおるよ。お知り合い？君は？何？なんて言ってるか全くわかんないけど。お、鍵がある。この牢屋の鍵？喋れよ。でもこれガラスあるよね、多分。どこから入、あ、ここから入れる。中は監視とか大丈夫？お？何かしらメモリーとかない？めっちゃ壊したけど。超壊したけど。なんかすっごいボロボロなモニターがいっぱい。てかあれやんね。デスクトップのやつ、分厚いなぁ。分厚いなぁ。なんだこの、ぐるぐる。なんか最初の方の場所こんな感じのとこじゃなかった？ってなんか前にも他の場所で言ったような気がするけど。え、入れる？入れるか。何もいない？んー、特に何もなさげだな。お。鍵鍵ー。キーをつかむ。よし。こういうのね、音が鳴ったらアウトのゲームとかやったらさ、最悪よね。何もできる気がしない。もう音が鳴った途端にパッってこっち向かれたりとか。うわぁ、ホラーだわー。はい。どうぞ。どうすんのこれ。捨てるにすればいいのか。はい。内側から開くんや。え？内側から開くの？どういう。ねえねえ、なんか何もない？なんもないんか。うん、何もなさげだな。え、なに？どこ行った？あ、おったおった。あ、それ、いろんな場所の鍵がついてんの？不用心だな。分けて保管しとけよ。この子知り合いかな？なんか、会ったことあるような、ないような。なに？どうした？監視ロボットでもいた？え？大丈夫そう？なになに？ねえ、喋ってって。なに？どうしたの？え？え？もしや止まった？なに？何するの？はい、私はここにいるよ。
あ、ほらほら、動きよりやん、動きよりやん。どういうバグやったん？ずっとあそこに、突っ立って下眺めおったよね。全然違うやん。そりゃ、いろいろ探しても何も起きんわ。ねえ、あれ何？なんか、ハンター追加みたいな感じで、放出されるやつ？なんか新しく放出されるやつ？あれ。なになに？ねえ、喋ってって。ゲーム内で何かしら喋りよる設定なんかもしれんけど、こっちには何もわからんねえけど。え、これもバグとかじゃないよね。本当は吹き出しが出るんやけど、一切吹き出しが出てくれんみたいな。え、でも一応声も聞こえんかったけん。やっぱ喋っ、そんな喋ってはないんかな。すべての鍵があるんやね、それ。何？最後の鍵か何か？ドラクエ的な。うわ。これ君は大丈夫かもしれんけどさ、私この目線ってことは絶対私視界に入ってると思うんやけど。私ここにおるんか。誰目線今の。あっちに行けって。よし。ね、ちょっとちゃんと指示出してくれんとさ、わからんねえけど、何をするの私は一体。喋って。よっ。ここには別に何もないんかな。なんかメモだらけやね。こっち側に行くのか？でもこっちなんか。怖いんですけど。怖いんですけど。レーザーあるよ。上に行けるのか。ほ。でもって多分この上側やっ、え、なに？これでどこに行くの？あそこに乗れるん？マジで？うわ、すげえな。うわ、すげえな。え、さっきさ、そこに、見張りロボット来たよね。え、来る？これ。動いてる、レーザー。え、全然来そうな気配ないけど、あれは、なんかストーリー上だけってこと？いや、それならいいんですけども。で、何すんの？こっちに来れるように開けるとか。え？何をしたらいいのかを教えてくれないと困るんだが。いいよ。でも別にあっち何もできそうにないな。あっちに行くんかな？ロボットもいるな。あ、あそこに入るんか。あそこに入って、でもそこなんか、ハンター放出されそうな部屋じゃない？ここどこまで？お、いいよ。何をするんだろうか。いいよ。この辺多分四角。え、どの辺まで照らされたんそれ。ひ。え、怖い怖い。ちゃんと窓かれとる？で、なんだ？何するんやろう？電話するわけじゃないよね。こんなとこから電話するってすごい自殺行為よね。何をすればいいのかしら。ん？あれ？あれは、何？監視ロボットと形違うな。なんなんやろ。なんなんだろうか。待って、ちょ、あっち側に行きたい。行け、私。で、多分この辺が四角やろ？ん？で、一旦どこか登れる場所あるか？あれか？あ、登れる。よし。これめっちゃ怖いやん。
超怖いやん。でも、あれが下がった時に、あっちの上に登れるんか？え、怖い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 。間違えた間違えた、怖い怖い。やべえ。焼け死のところやった。ちょ、待ってね。あれが下がった時に、ほら。いけるいける。え、大丈夫？焼けてないよね。怖い。怖いよー。ちょ、一旦箱の中入らして。え、箱の中入ったらちょっと、見えんな。あ、危ねえ。なるほど。なるほど、危ねえ。で？どういう行動パターン？てか、マジで、これは何をすればいいんすかね？どこに行くんすかね？でも、こっち行けるところ別に、ないよね？あそこに入るんか？ここに入っ、レバーがあるなんか。いいよ。あ、消えた。あ、こいつ B12 じゃない？ちょ、めっちゃ今更、めっちゃ今更かもしれんけど。え？あれ B12 よね？なるほど。あれを助けよるってことか、今。自分が何をしよるんか全く理解できてない。え、なんか、ライトの色が黄色に変わったんやけど、青から。今あれか。ちょ、警戒モードに入っとるってことやね、今。ちょ、なんか、さっきまでと違う動き。いい、怖い。あそこが死角なんやな。え、どうなんやろ。あっち側の監視ロボットが来たときに、いや、え？いや、一応、死角には入るんか？え？わからん。待って、私、走り方を忘れた。これか？これが走るんやな。オッケーオッケー。走り方を忘れた。なんか安全に行ける場所みたいなのない？あ、あそこからひょいって行けるんか？一応。待ってね。多分その辺、この辺が死角。え、いける？ B12 の方を見たりとかせん？パッてそっち振り向いたりとかない？いや、あるね。思いっきり視界入っとるね、あれ。B12。なるほど。あいつも見るか？いや、大丈夫かな。ミスった！ミスったって！助けて！殺さないで。え、いけた？来る？はぁ、めっちゃ怖かった。振り向く？いや、こっちにはいないです。はぁ、めっちゃ怖い。超絶怖いやん。あ、帰ってった？帰ってったんか？いや、なんかこっちまだ来そうな。え、大丈夫？あ、大丈夫っぽい。あぁ、よかった。え、すっごい怖かったんやけど。尋常じゃない緊張感。なんだあいつあんなとこ隠れやがって。めっちゃ腹立つんだけど。え、これどこから来たっけ私。こっちか？ひー、怖かったー。え？あ、で、こっちか。えへへ、ようやく帰ってきたよー。あ、そっか、そういうことか。B12 がおらんけん。こいつらの喋りよる言葉がわからんかったんや。ずっと今までの通訳みたいな感じやったってことよね。そっかそっかそっか。なるほど。今ようやく理解した。それでや。またロボのコンピューターシステムに閉じ込められた気分でした。孤独感がすごかったです。でも、あなたは私のために戻ってきてくれました。信じられません。信じて。私たちは親友です。ありがとう。またみんなに会えて嬉しいわ。でもまだ安全じゃない。あ、クレメンタインやったんやね、この子。脱出する方法を探さないと。この装置でドアを開けることはできるかしら。